福田正宏、福田正宏、福田正宏,宏、1966年12月27日帯は日本の元サッカー選手である。現役時代のポジションは主に FW で、背番号は9番。J リーグ開幕直前の1989年から引退する2002年まで浦和レッズ、三菱自動車サッカー部の象徴的存在として活躍し、サポーターにはミスターレッズ、 大将と呼ばれた。神奈川県横浜市緑区で生まれる。子供の頃は野球少年だったが、小学5年の時に横浜市から藤沢市に転居し、転校先の小学校でサッカーと出会う。小学校の担任の技系が読売サッカークラブのコーチを務めていた橋本明成という人物で福田橋本からサッカー技術を学んでいった。 中学進学の際には橋本から読売クラブのジュニアユースチームへの勧誘を受けたが、これを古児種地元の大場中学校へ進学。2年時の1981年には関東予選を突破して全国中学校サッカー大会に出場した。神奈川県下では名の知れた選手となっていた福田は、高校進学の際には当初は地元の神奈川県立藤沢西高等学校を 死亡していたが、確実に全国大会へ出場できる高校を死亡し、相模工業大学附属高校へ進学することになった。愛工大附属高校では1年次の春からレギュラーへ抜擢され、2年時には関東大会でベスト4進出を果たし、優秀選手にも選ばれた。しかしながら県予選を突破して、全国大会へ出場することは叶わず、2年次の 全国高等学校サッカー選手権大会決勝では神奈川県立鎌倉高等学校に3年時の決勝では藤沢西高等学校に敗れ去った高校生活で最も脚光を浴びたのが3年時の国民体育大会であった神奈川県選抜のセンターフォワードとして6得点を挙げる活躍で決勝進出に導き決勝では 静岡県選抜を下し初優勝に貢献した。1985年に中央大学へ進学しサッカー部へ入部。1年次からレギュラーとなり秋の関東大学サッカーリーグ戦ではリーグ戦4位に新人王を獲得する活躍を見せた。この活躍により、それまで各年代の代表チームへ招集される機会のなかった福田は翌1986年に 日本 B 代表に選ばれ、南米遠征に参加した。しかしながら1987年には、ユニバーシアード代表候補に選ばれるも、最終選考で落選。1988年には、日本 B 代表として、アジアカップの代表メンバーに選出されたが、試合での出場機会は与えられなかった。また、所属する中央大学では3年時のリーグ戦で、アシスト王を受賞。 4年時には首相を務めたものの、当時のサッカー部や選手を取り巻く環境は劣悪で、サッカーだけに洗練できる状況でなく、不本意なものだったという。福田は、当時を振り返って、一人の人間としては、有意義だったが、サッカー選手としては、マイナスの時期だったと語っている。卒業後の進路については、日本サッカーリーグに所属する6チームから勧誘を受け、 小賀電機工業サッカー部と三菱重工業サッカー部に絞った。1980年代後半の日本サッカー界ではプロ契約を結べるようになっており、大学サッカー界の有力選手はプロ志向の強いチームへ入団する傾向にあったが、福田は大学時代の成績からサッカーで生活することは考えられず終身雇用を希望しアマチュア志向の強い三菱重工へ入社することに、 1989年、日本サッカーリーグ2部の三菱重工業サッカー部、後に三菱自動車工業へ移管に加入。三菱重工は、このシーズンから2部へ降格しており、当初予定されていた、ブンデスリーガのクラブへの留学も、取りやめとなっていた。エースの原博美が、肝炎により、戦線を離脱すると、 斎藤和夫監督により開幕からレギュラーに抜擢。ルーキーながら36得点という圧倒的な力を未成得点王に輝き、三菱重工を1年で一部に復帰させる原動力となった。1990年、日本代表に初選出。同年7月27日のダイナスティカップの韓国戦で代表デビューを飾ると、レギュラーへ定着し、後術、 同年9月のアジア競技大会にも出場した。しかし、代表では右ウィングバックという本来とは違う、ポジションを与えられ得点よりも守備に暴殺されていた。このため、福田自身はウィングバックへの起用に不満を抱き代表自体も考えていた。1991年、関係者の遺留もあって代表自体を撤回。同年5月のキリンカップでは、 最終戦のトッテナムホットスパー戦にて、北沢剛氏の決勝点をアシストする活躍などで、初優勝に貢献した。また同年には所属する三菱のプロリーグ参加が決定したこともあって、プロ契約を結んでいる。1992年、ハンス・オフトが監督に就任。5月のキリンカップでは、代表に選出されたが、2試合連続で控え選手にも、選ばれず不満が募り。 オフトに猛抗議を行った。この一件で代表から外されることも覚悟していた福田だったが、6月のオランダ遠征でも引き続き、招集を受け攻撃的 MF のポジションを獲得。この遠征で、オフトの信頼を受けると8月のダイナスティカップや11月の AFC アジアカップ優勝に貢献し、オフト率いる代表チームにおいて欠くことのできない選手の一人となっていった。 同年には所属する三菱がプロリーグ設立に伴い浦和レッドダイヤモンズと解消。森浩二監督の下で攻撃的サッカーへの転換を図ったチームの中でもエースとして牽引。エスクデロ、柱谷光一、福田で構成される3トップでナビスコカップ5位、天皇ハイベスト4進出に貢献した。1993年 J リーグ開幕。 サッカー専門誌では、前年の高成績もあって、浦和の評価は高かったが、成績は低迷し、サントリーシリーズ、ニコスシリーズともに最下位に終わった。福田自身も代表チームへの招集やプロとしての、重圧に苦しみ制裁を欠くことが多かった。代表では 1994FIFA ワールドカップ一次予選では、レギュラーとして活躍したものの、最終予選では調子を落とし、 第2戦のイラン戦後はスタメンから外れ、最終戦のイラク戦、いわゆるドーハの悲劇は途中交代での出場であった。1994年、浦和では前年同様に成績が低迷。福田はサントリーシリーズ、ファーストステージのベルマーレ・平塚戦で1試合4得点の活躍があったものの、スポーツヘルニアに苦しみ長期離脱。ミハイルルン・メニュゲの紹介で、 菊原志郎シロと共にドイツに渡って治療を受けた。代表ではオフトに代わってブラジルのパウロ・ロベルト・ファルカンが監督に就任したが、怪我の影響もあって招集れることはなかった。シーズンオフには福田の挙手が報じられ、自身も遺跡を直訴したが、最終的に残留を決断した。1995年、ホルガー・オジェックが監督に就任すると、 福田はそれまでの鬱憤を晴らすかのように実力を発揮。MF のウルベバインとのコンビネーションで得点を重ね、日本人選手初の J リーグ得点王となり、チームもサントリーシリーズでは優勝争いに絡むなど3位と成績を向上させる原動力となった。シーズン終了後には J リーグベストイレブンにも選ばれた。日本代表へも復帰を果たし、2月のダイナスティカップや6月に、 イングランドで開催されたアンブロカップに出場。8月に行われたブラジルとの親善試合では、前年のワールドカップ優勝国を相手に得点を記録している。また、同年12月8日には、アジアサッカー連盟の月間最優秀選手に選出されている。1996年、この時期から、福田のサッカー人生は怪我との戦いとなった。 1996年シーズン開幕直前に負傷すると8月には練習中に左足首を骨折しリーグ戦4試合の出場に終わった。1997年は左足首手術の際に埋め込まれたプレートの影響による痛みに終始苦しめられたものの29試合で21得点を記録した。前年にはオジェック監督やワイン、同年10月には ギドブフバルトといった功労者がチームを去っていったが、エースとしてチームを牽引した。1998年には、痛みの原因となっていた左足首のプレートを除去、したが、左足付け根の肉離れが再発し、リハビリと復帰を繰り返した。1999年、シーズン途中に原博美監督が、成績不振により解任されると、公認のあ、 デモス監督との確執もあって、控えに回ることが多くなり、チームも2部へと降格した。2000年に入っても、福田のコンディションは上がらず、ポーランドからアンジェクビツァが加入したこともあって12試合の出場に止まった。2001年、チームも外国人選手、スタッフも従来のヨーロッパ路線から、ブラジル路線へと転換を図っていたが、福田は、 出場機会を与えられることは少なく14試合出場に止まった。2002年、日本代表時代に指導を受けたハンス・オフトが監督に就任。最後のシーズンのつもりで戦う決意で挑んだシーズンは、オフトの下で様々なポジションで適性を試され、関わり続けたストライカーではなく、中盤に下がり右サイドハーフを務めるようになり、 セカンドステージに入ると守備的 MF へとポジションを移した。セカンドステージでは開幕から9試合負けなし、8勝1分を成し遂げ首位に立つなど優勝争いに加わり、同年のナビスコカップでは準優勝に貢献した。2002年シーズンを最後にクラブから戦力外通告を受け、レッツ以外でプレーするのは想像できないとして日本代表時代の同僚であった。 伊原正マサと共に現役を引退した。翌2003年6月15日には、埼玉スタジアム2002で5万人以上の監修を集めて引退試合が行われた。その年に浦和は初タイトルを獲得するのだが、福田は浦和での選手生活を通じてタイトルを獲得すことはできなかった。福田引退関連グッズだけで1億円以上の売り上げを記録したと言われる。 引退後は、サッカーの普及活動に協力する、日本サッカー協会の JF アンバサダーに就任した、2003年から2008年。サッカー解説者としても、TBS、日本放送の、スポーツ番組などにたびたび出している。また、2004年4月に始まった、ニュースショー、報道ステーション、テレビ朝日と TBS、スーパーサッカー、準、レギュラーでは、 サッカーコメンテーターを務めた。2008年シーズンから浦和へコーチとして復帰。2009年から監督に就任した、フォルカー・フィンケの下でもコーチを務めていたが、契約満了に伴い2010年シーズン限りで、浦和を退団することになった。その後は、ソルスポーツマネージメントと契約し、サッカー解説者として活動を。柔らかいボールタッチと、スピードに乗った。 ドリブル突破からのチャンスメイク。瞬間的なスピードを生かして、ディフェンスラインの裏に飛び込み自ら得点を決めることができる。20代後半の福田のプレーは、鹿島時代の G ーコして、日本最高のプレイヤーと言わしめ、ドーハの悲劇世代の日本代表選手の中では、三浦和義、数に勝る能力の持ち主とも言われた。前述のようにスピードに乗った、ドリブル突破を生かし、 左右両サイドのウィング、もしくはサイドハーフとして、プレーができることから、日本最高のウィングプレイヤーとの評価もあったが、福田自身はサイドよりも、中央で、持ち味が生きるという自負があり、起用法をめぐって、監督や指導者と対立することも辞さなかったという。リーグ戦通算 PK 得点、26得点は、エンドを保つ人志に次ぐ、J1 歴代2位である。 1995年の J リーグ初の日本人、得点王となった年も、総得点32得点のうちの14得点を PK で決めている。ペナルティーエリア内で、切り返しやドリブルを仕掛けることも多かったため、自分がファウルされていた PK も多かった。コールスパンイコール4日本。コールスパンイコール2リーグ戦。コールスパンイコール2。コールスパンイコール2天皇杯。 コールスパンイコール2期間通算1 2 1 6 9 1 4 0 1 3 2 2 1 4 2 7 8 1 1 8 1 2 2 0 0 0 0 1 2 2 1 3 3 1 4 0 0 5 2 3 8 6 2 6 3 6 1 0 0 0 2 7 3 6 2十8 7 1 4 1 3 4一1 1 3 2 7 1 6 355-172その他の公式戦。通算選手時代引退後、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。